紅銅団は、ツ筒子化銅団ツジ属の落葉低木。別名、七部銅団、小紅銅団。樹高は1から3メートルになる。若い枝は無毛。葉は、長さ2から4ミリメートルの葉兵を持って、枝先に集まって合成する。葉身は、東京乱形から東乱型で、長さ1.5から3センチメートル、幅0.7から1.5センチメートルになり、先端はとがるか鈍く。 株は狭くなり、傭兵に流れる。葉の表面は、無毛、理面の主脈状に細毛が生えるか、主脈の両側に、褐色の縮れた毛が密生する。先端に、線上突起があり、円には、先端が、針状で、短い毛状になる、細挙子がある。下期は5月中旬マイナス6月下旬。枝先に、長さ3から4センチメートルの創状果樹をつけ。 5から8個の花が3から8ミリメートルの花柄の先端に下垂してつく。額は交渉形で深く5列し、列辺の先端は鋭く尖る。果敢は朱紅色で長さ3から6ミリメートルあり、交渉形で先端が不揃いに細列する。湯水は10本ある。果実は長さ4から5ミリメートルの楕円型になる、果てで上向きにつく。種子は長楕円形になり、 縁や側面に不規則な量がある。本州、四国、九州に分布し、産地の岩尾根などに生育する。ありがとうございます。